下克上。スラパチステーション。初和歌山でございます。で、600人ぐらいいるらしいんで、で結構ラインナップが。まあ、外線が一番多くて、であとハーデス先生か先生も結構多くて、抽選取れたらその辺狙っていきたいなというふうに思っております。ということでこれから抽選、僕400番ですね。言いましょう。ちょいちょい言いますよねこのハー握ったらご利益あるらしいんで、ぜひてか抽選なんか対策ないですかね。ほんまにちょっと考えなあかんで、これ最近また悪いんですよ、抽選。なんかないっすかね。もう無心で、ちょっと俺も携帯やってみようかな、一回。携帯いじりながらのボタンプッシュ。一回やってみよう。おはようございます。草薙剛が YouTuber か。あざす。ありがとうございます。ありがとうございます。やりもした。やりもした。74っすね。草薙剛や。来た来た来た。俺ここ並べるわ。やったぜ。おはようございます。お願いします。さあ行きましょう。突っ切ろう。突っ切るしかない。番長席埋まってるやん。あ、埋まるか。ちょっと待って。あ、待って。外線めっちゃ空いてるわ。逆に。ちょ、外線にしようか。できれば角がいいな。ちょっとじゃあ。あ、めっちゃいい席あるやん。これ待って、ここにしよう。もうこれなんか吸い寄せられる感あるわ。ここの凱旋します。ええー、とこあったわ。ええー、とこ。おはようございます。スラパチステーション、よしきです。ということで、ウィング岩出店さんに今日和歌山初上陸でやってきているわけなんですけども、抽選が良かったです。74番ってことで、で、バンチョスリーあいつは行こうかなと思ったんですけど、埋まっとったんですよね。だからまあ、そのまま突っ切ったら外線が結構空いてたんで、外線のトップ席で、今日実践したいと思います。で、明日があの北海道なんですよね。で、ケツがあるんですよ、時間に。それがすごい残念、少し残念な気持ちあるんですけど、ただこういうね、時間ない時に限ってパシスロって出るもんやと思ってるんで、今日はちょっといいとこ見せたいなというふうに思います。ということで今日もいつものポーズ言いましょう。下克上。はい、ということで、神の玉座でオープニング取り終えたところで、最初のマンダロー行きたいと思います。まあ結局やっぱね、抽選取れたら打ちたなりますよね。やっぱいい時こそ座りたい。そしてネッシー、まあハレルヤ、その辺の歴史を動画として残したい。その一心で僕は凱旋にいつも突っ走っております。今日も行きましょう。あの、朝からすげえ嬉しいイラストの差し入れいただいたんですけど、すげえ可愛いんですよね。でも身長差ね。高校なぎちゃんちっちゃすぎやろ。ありがとうございます。いただきます。雷3回目もう一丁、4回目鏡停止で、おい、あ、5回目やぞ。確定ではないんですけどね。おっしゃー、これいい当たり方っすね。早速よ、61ゲームボードは決して良くなさそうなとこで、右上がりで多分一発で刺しましたね。いや、もう楽しいね、もう楽しい。最先にロケットスタートですね。265枚、ラスト。あら、鏡
日ないか、単発ですね。まあ仕方ないです。それよりもいい当たりを見れましたね。外れで風吹く台はいい台な気がする。これは様式持論ですけど、こう設定ほど外れ風吹きの確率が上がってる気がする。あ、遅れた、遅れましたね。205ゲーム、ここ押してなし。あないよな、モード良くなさそうやったのにな。てことで2人目の万太郎です。これ遊びに来てくれた人がくれたんですけど、抽選番号510番、めちゃめちゃ、これはもうお守りするしかないっしょ。お見守りってなんやねんって。このね、もう多分いろんな感情が混ざってる、憎しみもあるかもしれん。これ俺がもう手玉に変えて返上するしかない。俺がいい思いしたいだけ。3人目、なかなかいいペースや。おっす、初リップさんっすね。やっとこさ、ジーンストップの祭りがしたいよな。あー、まあまあリプさん見れました。これでうん、今日は負けっすね。終わりや。てことで4枚目の万太郎です。いや、北海道行く前に俺の財布バーストしてまうわ。まだお昼にもなってないのに今日のテーマはもう下克上になってしまった。この投資からあ、これ今リプにしてるんで、チャンスでリプレイやったらリプしたんですけど微妙やな。あ、これリプさんで G ストップです。マジか。927、しかもリプさん2回目なんで、いやーマジか。とりあえずもっぱすリプレイ行きましょう。ああ、まあ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 、これ G ストップありますね。ここ933や。V か S か7ね。さあ、まずレバーオンで鏡と7があるから抽選をします。鏡7ある。うお。豪華3、豪華7ですね。豪華7か S。 3でリーチ目です。4-5-3でリーチ目、5分の1。あー、まあまあいいでしょう。鏡来たよ、行こう、やれる、これはやれる。鏡一発目、もう一発鏡。 V3 分の1。さあさあ、よっしゃ、危ねえ。936っすね。見たか。これが G ストップ職人。まあ、やっぱ鏡2個あったら超熱いな。いやー、リップさんか。ちょっと話が変わってきましたね。これでなんか6って書いてる数字がちょびっとケース出しましたね。半ケースぐらい。これはちょっと真剣に向き合わなあかん、この台と。いやー、次キナダ欲しいな。よし、これは熱い。今、キナダ3連の状態で終わってます。
次通常時のベルを行ければ気なな4連っすよ。アロー行こう、アローアロー戻り、うおナイス戻りもう一回行けばいかついっす。戻りアローからのアロー、あーまあ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 上等上等、これね4つ目まで確定ですね。ナイス、今のはもう使ってなかったらもう4連してなかったですからね。あわよくばひなた4連とかした場合って、まあ、ちょいちょいループがついてくることあるんで、あわよくばそれでもうちょいあったりしちゃうかなって感じです。しっかり順応通り出てくれてますね。1193枚。いや最近思うけど、このもう普通に順応通り出てくれるっていうどれだけ幸せか。お、これは多分キナが4連取ったやつの多分ループです。やっとしか思えないですね。ラッキー、あの G ゾーン中に4連なっちゃうんで、多分あれは3連の抽選してないと思うんですよね。だから完全に4連の時に引っ張ってきたループやとは思います。50杯で割ったらいいのにな。いやー投資分ぐらいちょっとまくれるわ、嬉しみ。はい、おっリープ4連っすよ、リープ4連ジーンストップやるために俺はこの座に座ってる。あー熱い4連、何が熱いかって今5連なんすよね。どうしたら緑に変わって神曲サクセス太郎さあこの演出は外れや、外れや、くっそ5セット1486枚。ループあればいいっすけどね。鏡出す、おあるぞ、これ結構いいの引っ張ってきてるかも分かんないですね。ループすげえ、50杯以上は多分掴んでますね。やとしたらあのアロー戻りやばいっすね。めちゃめちゃいい仕事した。熱い、多分ありますね。素晴らしい、なんちゅうループや。いやーもう最高っすね。 OK 2010枚。先輩、あー際どい、ラスト、あーまあでもよう頑張ってくれましたね。もう十分すぎます。あのリップスさんからの G ストップ V 揃いからここまでもう展開できたんで、投資まくれたし、まあこっからまたあれですね、改めてスタート、ちょっともう一回ハマられんの怖いんで、なんか今からあの和歌山の皆さん初上陸なんで、皆さんちょっと交流する時間みたいなのがあるんで、ちょっと和歌山の皆さんに元気もらいに、元気玉もらいに行きたいと思います。下克上ということで、皆さんの元気玉を少しずつもらったところで再開、これでやれる奇跡だ。どうなってんのこれ、な
なんか乳首ドリルの要望を受けましたね。めちゃめちゃ怪しい。なんやこれ、なんか乳首に挟んで罰ゲームしてくださいって言われました。まあ、あの罰ゲームの要望とかはいつも随時受け付けてるんで、もうツイッターなり何でも言ってください。死ぬ系以外はやるんで。クリスタ枠引かってなんかレアやかやなと思ったんですけど、これはいただいた人赤7やろ。おっさーよっさ、結構珍しいパターンでしたね今の。407ゲーム、よっしゃ行きましょう。これは今日ここでエクストラ童貞を捨てる。入っててくれ。あ、なかなかね突入時に入ってるのはないんで。さあフェイク引いてもうたぞ。下から2番目 33%。 うわあ熱い。一番下なんで期待度 50% です。だから激アツチャンス。うわー外れたか。まだ枠内3つですね一応。もう一回行こう次。ダメ、まだある。ラスト2ゲーム、ラストここ取れれば 25%。 ダメか。まあ一応宝石3つは取りましたね枠内に。何歳になってもこの童貞だけは抜けれる気がしやんな。まあなんかいけそうでいけない時があるんですけどね、中折れみたいなっていうのはあるんですけど、行ききらないですね。さああとは枠内のダイヤたちが仕事してるかどうかですね。やめて、怪しい。取れてなかったか。お、いくさんよ。パンフレット見てたら、もう一回 J ストップやらせてくれたら俺は勝てる。あ、いやでもこれリプレイのことあるんですよ。ほら、よし、多分今これ2-0って来てたらしてね、2角でしたね。もう一回来たら超熱い。バックです。あーまあまあ G ストップできますね。お楽しみタイプ、ハイパーお楽しみタイム。よし153153で G ストップ、全身全霊をかけてここは決める。まだいけるぞ。1ね、5で2締めです。1-3-5、よし2締めで次で決めたら最強。まあまあまあ全然いいっすね。4-9-8枚、まあほぼここで終わりかな。3-3-6枚、さあどうでしょう。おそらく天国との当たり。うお、ほんこれいつもほんま恒例行事な気がする。これもさあ本物か。裏線やったら、まあ、50分の1とかで出るんですけど、通常時だったら5000分の1とかやった気がする。アルテミスのエアハズレ、もう一回出てほしいですね。
もう一丁カトレロ。あ、これ裏手やわ。ほんもいや、マジか。裏手ですね。うわー、どえらいどえらい、多分当たってるでしょ。これで一気に4か6の可能性が飛躍的にアップしました。基本的に4か6が入りやすいです、まあ、とりあえず1回当たるまでは絶対に落ちないんで、当たりは約束されてるっていう感じですね。ただまあ1回僕裏転ほぼほぼ確定の時に、まあ、3、4役とかはまったんで、結構ハマる時はハマるんですけど、まあ、そんないっぱいハマることはないです。すごい。バンバン出てくる。さあ大チャンスよ。ここ生かそうか。生かしたいっすね、この裏転は。単発だけはやめたいっす。多分そのまま揃います。107ゲーム裏転、色白以外、白か、まあまあ単発だけはなんとか避けたいとこっすね。ここはちょっと伸ばしたい、頑張って。あとはただ信じてごっそりストックを取っていく作業。この上段リプレイで落ちるかはそのストックするかみたいな感じなんで、うまいことレバーオンでもぎ取っていく。綺麗な順走や。ここ一番欲しいのは V 揃いですね。 V シナリオが欲しい。さあ際どいラスト。おっしよ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 し、おっしよしよしよし、これは結構取ってるかもしらんぞ。いやー、やっぱゴッドはこの感じですね。もうなんか残りいくつ溜まってるかわからんけど、なんか継続するかどうかのヒヤヒヤ感。このひりつきがやっぱね、ゴッドは楽しいところや。裏転の実力はこんなもんじゃないでしょう。やめて。そういう弱そうな出目やめて。ラスト、どうや。いやー、ダメか。どうや、潜ってんのか。ゼロ、これ、ああ、多分前兆ですね。もうリップスタンドがしてないのにゼロの煽りが来てるんで、これは前兆が期待できます。あ、潜ってんかな。それか今の中段リップで当たったか。27、これで当たるか。ほい。あ。次でちょうど30。はい。あ、バイブしてるんで次31。はい。さあこれがちょっとどっちか分かんないですね。中段リップで当たったんか潜ってたんか。ただまあゲーム数的に中段リップかな。外線の最大前長32までやったっけな。際どいっすね。すいません、ちょっと僕の知識不足で今調べたら32ゲームまで落ちてる分は最大ゲーム数があるんで、ちょっとどっちか分かんないっすね。その転覆してたんか、さっきの中段リブだったんか、どっちかっすけど。先輩いい音鳴らすよなこの台本は。
やいや、大の大人がちょっとやばいですよ。あの2月目俺に任せろ。よし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 。あー、それは積んでる。まあ2個っすね、2個十分。いやー、燃えたね、今の燃えましたね。これで5セット目、6までもありますね。いや、さっきのそう、りょうさんちょっと手危ないやつですよ、結構手だけで見たら多分画面上にはすげえ危ないやつやと思われてますよ。さあさあ、まだあるかな。保証分は一応終わりですね。まだあってもおかしくはないぞ。だー、厳しいか。6連終了ですね。まあでも裏転結構端末終わったりもするんで、かなり頑張ってくれた方です。ちょっとモード良さそうなんで、リプさんや、リプさんジンストップですね、これ2回目。で、まあジンストップ出てきます。これで4の2ですね。すごいな、8打ゲーム。俺はここを決めてさらに上を目指す。さらに上を目指す。ここは決める。あ、5でリーチメス、7でブッツボタン、熱い。うおこれは鏡ね。7、さあ7か S ですね。3分の2です。とりあえず3分の2をクリアしよう。ここ第2です。3分の1、決めるか。ここを決めてさらに上を目指すか。あー、くっそ、これは痛い。いや、もう心臓バクバクやもんな今。いや、まあしゃあないでしょう。熱くなれましたね最後。多分今の揃えちゃったら僕北海道行けてないです。いや、やっぱ G ストップ作った人天才よな。まああんなに面白い特化ゾーンないっすよ。よし、じゃあやめましょうか。ここで終わります。最後ちょっと悔しい感じですけど、まあでもかなり熱くなれたんで良かったです。で、結局まあ最初どうなんかなと思ったんですけど、まあ蓋開けてみたらリプさんからの G ストップ4の2で、ね、謎当たりっぽいのがまあなくはなさそうな、1回くらいあったかなっていう感じっていうのと、あとまああれですね、裏点行ったんで、まあ多分予想では4か6やとは思います。で、グラフだけちょっと最後にお見せしましょう。完全にもう今日のキーワードは下克上でした。こっからのもうグラフが超綺麗ですね。で、まあ、初和歌山すごい楽しめたし、もう完全に完璧な北海道への見送りやと思って、明日の北海道も頑張って勝ちたいと思います。ということでありがとうございました。はい、ということでウィングさん、岩手店さん初めて来たんですけど、出玉紹介していきたいと思います。凱旋が出玉感強いですね。
で、まあ、話聞いてるとこれとかまあすごい挙動いいらしくて、ほぼ6みたいなこと言ってると言ってました。凱旋とあとハーデスもこの辺とか並びで強いです。固まって出てますね。まあ、ちょっと北斗神伝説は死んじゃってますね、正直。で、番長3はざっくりですけど3分1もしくは2分1ぐらいで上かなっていうグラフがありますね。かなり状況いいです。この辺とか特に固まって出てるんで斜めで入ってるかもわかんないですね。絆正直出玉感で言うとそんなないんですけど、ただ最高設定ありえるようなグラフ、これとか多分てっぺんありえるそうな感じ。あとまあ死後の確定の報告もいくつかあったんで、ただもしかしたら中間ベース4とかベースなんかもわかんないですね。で、聖夜4台なんですけど、多分これ全体系です、ほぼ間違いなく。4台中3台が高設定確定の、報告もらったんで、あ、転生もしっかり使ってそうですね、よう出てます。あとマドツもわりかし良さげですねっていう感じですね。まあ強いです、初めて来たんですけど正直強いです。あのメイン機種とメイン機種にまあしっかり入ってるっていうのと、少数島も全体系ありそうな感じだったんで、ただまあジャグラーを見ると微妙な感じはあったんですけど、まあ全体的に見てもすごい強かったかなというふうに思います。またあの記事見てもらえたら最終結果わかると思うんで、よかったら見てみてください。で、あのウィング岩手店さんに、これから4のつく日かなにソロバチがまあ入っていく感じなんで、まあ、これからもちょっと楽しみな感じではありますね。ということで、僕今日北海道から、会場で見送りさせてもらったんで、このまま北海道を向けて、飛びたいと思います。ありがとうございました。下克上、初和歌山からの初北海道ということで、両方とも初上陸の、まあ、濃い2日間が終わりました。の1日目和歌山での実戦だったんですけども、まず抽選がね、もう珍しくいい番号を引くことができて、もうなんか僕もやってみた、あの携帯見ながら抽選をやってみた結果、まあ、まさか74番も久しぶりの2桁を見事その初来店のところで引くことができて、で、まあ、そうなってしまったらもうやっぱ打ちたいね、打ちたいということで、凱旋に行ったわけなんですけど、その結果まず投資の方が35本で、回収が3423枚ということなんで、まあ、すごくいい実践ができたんじゃないかなというふうに思います。で、設定的にもすごい良かったですし、裏手に行ったっていうのと、まあ、謎当たりとかその辺あったんで、まあ、4-6 どっちかかなっていうぐらいの感じがありました。最後の最後で、G ストップ7.3分の1を逃したって言ったらあれですけど、多分あれを取ってたら僕はもう新幹線じゃなくて飛行機、間に合わなかったんで、あの時間に終わっても結構ギリギリな飛行機やったんで、あれを取ってればもうほぼ間違いなく間に合うことができなかったんで、もう神は、もう北海道行けということで外してくれたと思って、すんなりではないんですけど、まあ切りよく終われたのかなというふうに思います。ということで、YouTube のコメント返しをしていきたいと思います。ダイボン、テラジンかな、絶対ちゃうかもしれんけど、なんか嫌い、うん、まあ嫌いって言われるよりなんか嫌いって言われるのがなんかあれやな、そのニュアンス的に、そこにも選びに切り揃ってるのが時期だ、バツなんか可愛いよ、左目の上ら辺の、左目の上この辺なんでやねん、なんか気持ちやな、んかなんか嫌い次行きます、はい、エデンアザールさん、はい、レシキさん意外と指短い、指短いってそう思ったことある、手ちっちゃいもんな、あ、手はちっちゃいな、ノーニョメと一緒ぐらいやもん、ノーニョメと一緒ぐらいは一緒やん、それはない、でも一緒ぐらいかな、リアルに、うん、リアルに一緒ぐらいやろ、一緒ぐらいやもん、ここに確かに手ちっちゃいの嫌い、いやでもそれもなんか嫌い、あれ嫌いじゃなかったから、ちゃうやろ手短い、あんま言われたことないけど、手短いじゃん、手短い、指短いから指短いってダサいよね、確かに、うん、手短いもういろんな色あるとこあるな背低い言われるわ、顔でかい言われるわ、ハゲや言われるわ、手短いも言われるわ、腹出てる言われるわ、腹
ガタガタ。歯ガタガタも言われる。いろんな悪いとこいっぱいあるわ。って感じで、まあ、和歌山初上陸させてもらって、もう本当に和歌山の人たちすごく、なんていうんですかね、たくさんの人が来てくれて、あの温かみを感じました。ということで、まあ、とりあえず2日間、まあ、2日目の実践はどうやったかはさておいて、1日目はすごくいい実践ができたというふうに思っております。ということでありがとうございました。お疲れ様です。